アサイはブラジルアマゾンが原産のヤシカの植物である。果実の外見はブルーベリーに似ているが、一粒の体積比では種が95%を占め、褐色部は5%しかない。単体では無味に近いため、他のフルーツなどと混ぜ合わせる方法が一般的である。アサイベリーなどと表記される場合もあるが、植物学的にはブルーベリーや その他ベリーとは禁煙ではない。アサイイは、ヤシカの一種であり、そのため英語では植物そのものを、アサイイパーム、果実をアサイイと表記するが、エウテルペ族の多種のヤシも、アサイイパームと呼称することがある。ブラジルでは、植物をアサイゼーロ、その果実をアサイイと呼称する。日本では2003年に株式会社フルッタフルッタが、アサイイを紹介したことで認知された。 アサイの果実、ベレン、パラーシュアサイの実は非常に栄養価が高い。アサイ果実 100g 中に含まれるポリフェノールは約 4.5g で、ココアの約4.5倍、ブルーベリーの約18倍とも言われている。他にも、鉄分はレバーの3倍で、食物繊維、カルシウムなども豊富である。また、成長点を収穫し、野菜として、 サラダなどに利用する。ジュース状にし、そのまま飲むか、牛乳やヨーグルト等の乳製品、バナナやイチゴあるいはそれらの果汁などと混ぜて飲むことが多い。これは、アサイー自体には味がほとんどないためである。スムージーにして飲むこともあり、ボールにアサイイのスムージーを入れ、バナナやクラッカーなどと一緒に供されアサイーボールと呼ばれる。 アサイイのピューレとグラノーラブラジルでは、アサイイはアマゾンに多く自生しているが、パラー州のトメアスーでは、アグロフォレストリーにより栽培されたアサイイの実を、すりつぶして、ペースト状にしてパックした製品や、果実のまま冷凍され袋詰めされた製品などが、同州のシュートベレンの市場へ出荷されている。またトメアスーは、日系移民が多く住む町として知られるが、ここでは、 日系人による農協組織キャンタによるアサイイの実が収穫され、これをパルプに加工したものが、ブラジル全土に多く流通している。なお、全国各地のブラジル食材店などでは、キャンタ以外の冷凍果実を袋詰めしたアサイイも、独自ルートにより輸入されており、比較的容易に入手できる。またアサイイにガラナを加えた、パルプなども販売されている。なお、近年では、 アサイベリージュースなどと称して、連鎖販売取引も行う会社もある。2009年、米消費者団体の公益科学センターは、ダイエット効果は実証されていないと指摘した。横浜 F マリノスの DF、中澤雄二が、普段より、貧血気味だったため、練習後の疲労回復のためにアサイを愛飲するようになったことで改善された、と、各種メディアで語った。これが、 一般的に認知されるきっかけになった。ブラジル音楽のミュージシャン、ジャバン作詞作曲の、アサイはこの植物が、テーマで、多くのミュージシャンによりカバーされている。 abcd e the plant list, バージョン 1.1published on the internethttp:/www.theplanist.org/.2018 t l 年4月25日閲覧リスト植物和名学名インデックス米倉孝治、梶田忠史2018年4月26日閲覧 A.B. バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント、世界の食用植物文化図鑑、山本のりヒーラギ風車、2010年1月20日第1冊、314ページ。横浜 F ・マリノスが、アサイーを採用。トップチーム選手のエネルギーチャージに役立っています。バリュープレス、2021年2月18日閲覧。ありがとうございます。